中国では当局による強制立ち退きはよくあることですが、最近ネット上に投稿された動画が話題となっています。原因は被害者が中共に30年間使えていた警察官だったからです。動画の中の強制立ち退きの被害者は、自称金属30年の警察官です。 興奮状態の男性は手にガソリンの入った瓶を持っており、背後に映っている住宅はすでに解体されています。しばらく退治した後、声がすでに枯れている被害者の警察官は、立ち退き台と警官隊に制圧され、パトカーで連行されました。この動画を見たネットユーザーは、今までは安定維持の名目で他人を抑圧していたのが、今は自分が抑圧されている。 中国には2種類の生き物しか存在しない、中共幹部とニラだけだとコメントしています。また、中共の警察官は自分たちが捨て駒に過ぎず、上層部に利用されていることが分かっていない。いつでも中共に捨てられる、とのコメントも見られました。北京冬季オリンピックを控え、ドイツの反ドーピング機構は、大会に参加する選手に対し中国産の食肉を食べた場合、 ドーピング規則に抵触する恐れがあると警告しました。アメリカの投資情報誌、バラウンズダイジェストなど複数のメディアが AFP のニュースとして、ドイツの国立反ドーピング機構は10日、選手に対し中国産の食肉にはクレンブテロールやラクトパミンといった皮育促進剤が含まれている恐れがあると警告したと報じました。同機構は可能であれば食肉の摂取を避けて、 栄養士と代替品について話し合うべきだと発表しています。AFP はさらに、反ドーピング機構は以前から、中国産の食肉には禁止薬物の汚染リスクがあると警告していたとも報じています。昨年3月15日の世界消費者権利デーに、中共の中央電子代は、毎年約70万頭の羊を出荷する重要な羊の産地である、 河北省総州市政権の一部の肥育農家が使用禁止とされているラクトパミン、サルブタモール、クレンブテロールといった肥育促進剤を使用しており、約10年もの間複数の省や市で販売されていたと報じました。新東人テレビは2011年の時点で河北省政権で見つかった肥育促進剤を投与された羊の一群の出所は 三島省特集誌、軽運源だったと報じています。実際のところ、こうした皮膚促進剤の成分を含む食肉が原因で、試合に参加できなくなる中国人選手は珍しくありません。中国メディアは2016年、中国の反ドーピングセンターは当時、反ドーピング規則に違反した選手17人全員の陽性反応は、皮膚促進剤が原因だったと報じています。 2011年、中国の水泳選手のネイ・タクトウ選手は、皮膚促進剤が原因の陽性反応が出たために、国際水泳連盟から1年間の大会参加資格抹消を言い渡されました。また、ヨーロッパの自転車ロードレース、ツール・ド・フランスの元チャンピオンで、スペイン人のアルベルト・コンダドール選手も2010年、体内から微量の禁止薬物、クレンブテロールが検出されたため、 2年間の出場停止とタイトル剥奪処分が下されています。上海でオミクロン株の感染が急激に拡大しており、複数の学校が授業の中止や休校といった措置を講じていると伝えられています。インターネットには、上海大学の学生が大学から逃げ出す様子を撮影した動画が投稿されています。荷物を持ってバリケードテープをくぐり抜ける学生たち、 オミクロン株が上海で確認されてから、上海大学の学生が我先にとキャンパスから脱出する様子がインターネットに投稿されています。上海では多くの学校が授業の停止や学校閉鎖を発表したと伝えられており、インターネットには学校の歩道員と指導教員が 学生たちにできるだけ早く学校を離れるよう話している様子が示されたスクリーンショットも投稿されています。上海で感染が拡大するにつれて複数の学校が封鎖管理下に置かれ、上海市文化観光局は14日、省をまたぐ団体旅行と飛行機チケットプラスホテルのプランを一時停止すると発表しました。 このほか、上海の留海院の外来と救急外来も一時閉鎖すると発表しました。現在、上海市を含めた中国の6大コンテナターミナルのうち4カ所で、オミクロン株が確認、または感染の拡大が起きています。中京ウイルスオミクロン株が天津で猛威を振るっています。当局の感染ゼロ政策により、 多くの居住区では住民が強制的に隔離施設に送られています。17日夜、生生区の居住区では食べるものがないとして抗議活動が行われましたが、抗議活動を主導した男性が警察に連行されました。1月17日、天津市当局は連日市中感染が確認され、感染拡大が最も深刻な新南区のほか、生生区と火生区でも感染者が確認されたと発表しました。 同日夜、清々区のある居住区で、封鎖のためふるさとに帰れない地方出身者たちが、食べるものがないと現地政府に説明を求めたところ、警察が出動しました。車の上に立って抗議活動を主導していた男性が警察に連行され、現場の群衆は男性を解放せよと大声で抗議しました。 こちらでは食料品が買えないし飲み物も買えません天津市民の王さんは居住区が封鎖されて以来支援物資は届いたことがなく住民たちは値上がりした野菜を買ってしのいでいると述べています出勤も外出も許されず皆家の中に閉じ込められています PCR 検査も毎日しています 支援の野菜をもらうなんて夢のまた夢です。ありえないことです。白菜は500グラムあたり、5元、8元、10元です。小さな白菜1つが48元、約900円もします。天津市政府はもっとひどいです。天津市当局は最近、感染ゼロ政策を強行しており、天津市のいたるところで列をなした大型バスが大量に目撃されています。 また、新南区では居住区の住民が隔離施設に送られており、住民によると明かりがついていないビルは住民が全員隔離施設に送られているといいます。集合住宅で1人でも感染者が出たら、直ちに隔離施設に送られます。濃厚接触者は14日間またはもっと長い期間自宅で隔離されます。 このほか、PCR 検査が頻繁に行われることも住民の反感を買っています。天津市民の子さんは、PCR 検査もワクチン同様、任意と言いながら実際には強制的に行われていると言います。PCR 検査は、吐き気がして気分が悪くなります。でも、しないと健康コードが黄色になり、どこにも行けなくなります。ほぼ強制的に行われています。 空気だけでも感染するのだから喉をつついたところで何の意味があるのか郵便物やドアノブからもウイルスが検出されると言っているのだから喉をつつく必要があるのか疑問を提起しても無駄です私たちは何十年も声を上げる権利を奪われています中共当局の暴力的な感染症対策は各地で人々の怒りを招いています 当局の極端で理不尽な封鎖措置に対して転身に続き、新鮮野生案でも抗議が発生しました1月14日、新鮮市当局は新規感染者が1人確認されたと発表しました当局はその後、感染者が訪れたとされる羅国の伝心村を鉄柵で封鎖しましたこのことは地元住民の怒りを買い、い住民たちは防護服姿の大勢の警官隊と対峙しました 人々が警察が設置した鉄柵を突き破った時には大きな歓声が上がりましたしかし抗議に参加した一部住民は警察に連行されました1ヶ月近く都市封鎖が続いた西安では1月19日複数の区で封鎖を解除すると発表しました しかし、岸東区の一部居住区では、リスク管理レベルが引き下げられた後も、住民の外出が許されず、住民と管理会社の間で衝突が発生しました。通報を受けて警察が出動し、抗議に参加した住民を連行したことで、住民の怒りはさらに高まりままししした。大大勢の住民が集まり、解放しろと大声で抗議しました。 ネットユーザーの投稿によると、抗議事件が発生してから3時間後、ガントークの過剰国際居住区はリスク管理レベルが管理区に引き下げられ、住民はようやく外出ができるようになりました。スリランカは中共の一帯一路構想の重要なパートナーですが、債務が返済できず、中共の債務の罠にはまったと言われています。先日、中共の大き外相がスリランカを訪問した際、 ラジャパクサ大統領は、不採召喚の再調整を求めました。一方、中共外交部は、中国は可能な限りスリランカを援助しており、今後も続けるとし、具体的な債務処理策への言及は避けています。中共の大き外相は1月9日にスリランカを訪問し、ゴタバやラジャパクサ大統領と会談しました。その際、ラジャパクサ大統領は、 中共ウイルスの流行により、白車がかかった経済危機への解決法として、巨額の対中債務の返済条件の緩和を求めました。中共の巨大経済圏構想、一帯一路の参加国として、スリランカは中国共産党にとって重要なパートナーです。過去10年間、中共当局はスリランカの高速道路、港、空港、 石炭発電所などのインフラ建設に50億ドルを超える投資を行ってきました。しかし多くのプロジェクトは建設コストが高く、見返りが少ないため、結果的にスリランカは債務危機に陥っています。財政難から昨年、さらに10億ドルを借り入れました。今後12ヶ月でスリランカ政府と民間部門は73億ドルの内外債務を返済しなければならず、 1>, 1月18日には5億ドルの国際ソブリン祭が召喚期日を迎えました。観光業が中心のスリランカ経済は中共ウイルスの流行による影響でこの2年間大きな打撃を受けています。外貨準備が枯渇し、日用品の不足が深刻化し、粉ミルク、LP ガス、灯油などの生活必需品を買うために長蛇の行列ができています。 原油を輸入するための外貨がないため、1月8日からは電力制限が始まりました。物資の不足により価格も高騰しています。同国の中央銀行によると、インフレ率は昨年11月の9.9%から、12月には12.1%に上昇し、同時期の食品インフレ率は22%以上に上昇しました。 また、スリランカ南部のハンバントタ港の建設に投入された14億ドルのうち、およそ11億ドルが中国からの借り入れですが、返済不能となったため、2017年7月より運営権を99年間、中共の国有企業に咀嚼することになりました。NTD ジャパンがお伝えしました。